のチャフィーズトラベルチャンネルは築地の高コスパなマグロをご紹介します。このシリーズは2回目のご紹介になります。今回は新たにおすすめの本マグロを見つけたので、ぜひ最後までご覧ください。まずは人気の海鮮おにぎり屋さんです。10時過ぎですが、並ぶのに制限がかかっているようです。残念ながらこちらでの購入は諦めます。前回も利用した築地魚河岸に向かいます。まずは天然マグロ専門店のめぐみ水産を見に行きます。前回購入して美味しかっためぐみ水産、前回はこちらを購入したので、今回はカマトロ入りを購入します。こちらは土曜日限定です。そして今回新たにご紹介するのは築地米彦、こちらで見つけた高コスパな本マグロ、それがこちら。驚きの値段は後ほどご紹介します。フリースペースのある小田原島の屋上に向かいます。今回もこちらを利用します。まずはめぐみ水産のマグロセット、カマトロや大トロが入ってこの価格。そしてこちらは大きめの本マグロが入っているのに1000円以下。何度来ても魅力的な築地魚河岸、本マグロの巻物、こちらは本マグロに引けを取らないミナミマグロ。今回はこちらのテーブルが利用できました。マグロ寿司セットからいただきます。まずは中トロをいただきます。脂と甘みのバランスが抜群。赤身はあっさりした食感、甘さと旨味がぎっしり詰まった大トロ、そしてカマトロをいただいてみます。油がたっぷりだから炙りの方がおすすめです。次は米彦の巻物をいただきます。ずっしり重い巻物の中は本マグロの中トロがたっぷり入っています。味もコスパも抜群です。これはおすすめの一品です。ずっしりと入った本マグロの中トロ、食べ応えがあります。
ぜひ試してほしい本マグロでした。今回のチャフトラは築地のマグロをご紹介しました。前回ご紹介した動画もぜひご覧ください。日曜日と水曜日に動画を更新していきます。チャンネル登録とベルマークのクリックよろしくお願いします。